つ目ニコミズ、ゲストの方をご紹介しましょう、はい、上条さんです。ボンジュー、明けましてアミタイツ上条です。よろしくお願いします。明けましてアミタイツ、いただきました、はい、ありがとうございます。ボンジューもいただいております、ありがとうございます、はい、ということでもうニコビズもいいですね。新年一発目が上条さんでございますから、もう、はい、もう背筋がピンと伸びる感じがね、私するわけでございますけれども、コメントもねたくさん来ております。初ニコ生ですよね、上条さん。今年はそうですね。そうですよね、はい、ですのでコメントがいろんな国のお言葉で、あ、今3時なんですか、どこかの国の方はね深夜3時ということでございますけれども、はい、せっかくですから世界中のファンの皆さんとちょっとコミュニケーションがね、はい、取れますので、はい、はい、コメント、ボンジュー、アルゼンチンから、あ、ものすごいカタカナですね、皆さん日本語がお上手で翻訳してくれたのかな、あ、チリからもね、インドネシアからも、僕あのオープニングのレイジーストリッパーさんのミュージックビデオがかっこよくて、すごい先が気になってしまって、はい、すごいね、ストーリー的な感じで、はい、あの黄色いテープが貼られて、この後どうなるんだろうっていうのが、ちょっとデイジーさん喜んで上野さんがすごい食いついてくれてますよ。いや、実はですね、はい、デイジーストリッパーの、ドラムの風見くんは、はい、ベルサイユの一番初めのシングルのレベナントコアヤという代表曲でピアノ弾いてくれてたりとか、すごい深い仲なんですよ。そうなんですね、はい、なるほどね。そうなんです、はい、もう風見もすごいいろんな多彩な方ですからね、はい、はい、ということで、ブラジルが、はい、ちょっとごめんなさい、意味が分かんなくて、カムトゥジャカルタ、インドネシア行きたいですね。あ、嬉しい、はい、ワールドツアー2018、ラテンの方が来てくださいよってことですかね、はい、まあ、いろいろね、まだ言えないことあるんで、皆さん楽しみにしててくださいね。なんか今また楽しみなお話も、はい、熱いですね、やっぱ南米の方とかコメントが、うん、チリ、南米でしょ違うの日本人の皆さんあんまりねコメントしてくれないですね、ちょっと寂しいですねイギリスの方すごいな、多分日本の方より今今回外国の深夜の方がね、でも日本人の方もきっとね、ほら、あ、静岡からコメントしてくれてるよ、うん、はい、でも観覧の方も、あ、観覧の方もほぼ海外の方じゃないですか嘘言わないでください、そんなそこまでワールドワイドじゃないですけどね、はい、アルゼンチンからとかですか、アルゼンチンからようこそね、はい、たくさんの方がね、今日ちょっと暖かかったですけどもね、そうですね、でも今ちょっとだいぶ寒い中ね見てくれてますので、はい、ありがとうございます、ということでございまして、はい、どうですか上条さん、年末年始はいかがお過ごしだったんですか。ずっとアルバム作ってるんですよ、はい、はい、まだ作曲が終わってなくて、3月にリリースされるという、はい、僕作曲というのが、はい、2段階ありまして、2段階あるんですか、はい、1段階目が原作を作る、はい、2段階目は音楽にするっていう、その音楽にする作業がいつもだったら原作があったらさらっといくんですけど、ちょっと自分でいろいろハードル上げすぎてまだ頑張ってるところです。はい、楽しみになりますね、はい、今年はもう楽しみなね、はい、もう情報たくさんねいただいてますので、皆さん、はい、ワクワクしていただければと思います。さあ、ということで、じゃあ年末年始らしいことは何もできてなかったということでございますけれども、はい、今日は特にそういった企画も別にないので、はい、すいませんよろしくお願いいたします、はい、さあ、それでは最初のコーナーに行きたいと思いますけれども、はい、ユーザーの皆さんから届いた相談メールに対して、はい、ゲストの方からアドバイスをいただくコーナーです、はい、題してビジュッと答えてメール人生相談これ初コーナーですね。あ、そうなんですね、はい、これ多分上条さんがゲストだからということで、多分もう今後やらないと思いますけど、絶対やらないでしょこれ、さあ、いっぱい来ておりますのでご紹介したいなと思います、はい、はい、こちらがですね、子連れライオンさんからいただきました。子連れのライオンちゃんです、そうです、はい、こんばんや上条さん、実は今年、はい、マンションを購入しようと思っているのですが、はい、駅地下だけど狭い部屋と、はい、駅から遠いけど広い部屋の2つのうち、はい、どちらかにしようか迷っています。はい、上条さん的にはどちらが良いと思いますか。どうか優柔不断な私の背中を押してくださいという。広い部屋ですね。早い。でも駅から遠いんですよ。電車乗らないから。なるほど、これはちょっと、はい、そうですか、まあ、だから電車乗るのか乗らないのかっていう判断ですよ。なるほど、ちょっと、はい、じゃあこの子連れライオンさんの感じだとちょっとどうかな、はい、そうか、でも上条さんが言うことはもう絶対ですか。もう遠いところに住んでください。なんで僕は人のマンションを買う責任取んなきゃいけないんですか、
まあ、広い部屋のがでも、はい、いいこといっぱいありますもんね。そう、広かったら何ができる、狭かったら、まあ、駅に近かったら何ができるっていう、そういうね、あのメリットとデメリットをもっともっと書き出したら、はい、電車に乗るっていうことだけじゃなくていろいろ見えてくるんじゃないですか、ね、そうですね、はい、そうしましょう、はい、もうどんどん書き出してって、はい、メリット、広かったらその部屋からニコ生の放送ができるかもしれないし、セットを作ってね、はい、なるほど、はい、いろいろ、それでそのスタジオを貸し出してそれで電車に乗らなくて済むかもしれないし、はい、なるほどなるほど、現実的ではないかもしれないですけどもね、はい、もうそうしましょう。いいですか、小連れライオンさん見てる、観覧に来てるかもしれないですけどね、駅から遠い方がいいと、はい、会長さん的にはというご意見でございました。遠いって言ったってせいぜい15分ぐらいでしょ、歩いても。いや、うちは30分ですよ、 駅まで。本当ですか。本当ですよ、そんな驚きます。まあ、ちょっと生放送中にどこですかとも聞けないですけどね。西荻窪ですけど。あ、そうですかで、最寄りをね、西荻っていうのもなんか違うなと思うんです。すげえ遠いんですもん、だって荻窪からも同じ、上吉祥寺からも同じぐらいだし、ねえ。皆さん、これでちょっと Google マップで、あの大体の星野さんの自宅をね、皆さん、まあそうですね、はい、まあ、ちょっと多いですけども、まあ、もう遠い分、ちょっとやっぱり部屋も若干広めなので、うん、その方がいいんじゃないかなということでございます。そうですね、次回は、はい、ご自宅から生放送で、はい、そうしましたいと思います、はい、さあ、続いて、ゆりっぺさんからいただきました。はい、上條さん、星野さん、こんばんは。はい、人生相談ではないのですが、最近飼っている猫ちゃんに子供が生まれました。おめでとうございます。名付け親になっていただけないでしょうか。ちなみに、品種はペルシャでメスです。お母さん猫の名前はティンクルと言います、はい、わ、これつけてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですね。このペルシャ猫で、はい、とメスでですね、はい、お母さんはティンクルと、まあ、僕に聞いたのが間違いですね。え、ボンジュールめっちゃいいじゃないですか、ボンちゃん。いや、もう略さないです、毎日ボンジュー、ボンジュー。あ、言い方もそういう感じで言わなきゃダメですね。そうです、ボンジュー。なるほど、いいですね、はい、ボンジュール、ボンジュールさん、ボンジュールちゃん、いい、もう決定ですからねでもいいですよね、お母さんがティンクルでボンジュールで、はい、ございますので、ありがとうございます、名付けていただきました、はい、さあ続いて、これ広島の方ですね、めめさん。はい、めめさん、今とても悩んでいます。何でしょう。2年前、とある理由で親友に裏切られました。はい、それ以来音信不通だったその親友から昨年末に久しぶりに連絡が来て、はい、会って直接謝りたいと言われました。会うかどうか保留にしてあります、うん、どうすれば良いでしょうか。あら、あ、ちょっと僕ね、シリアスめのが来ましたけども、昨年の2月に日本武道館でベルサイユとして初めてのステージに立ったんですよ。はい、それでそれまで、まあ、僕の人生の中で NG な人っていうのが数名いたんですよ。 NG な人いたんですか。まあ、音楽業界の中でこの人とは仕事しないっていう人が数人いたんですよ。はい、あ、いらっしゃったんですね。はい、なんですけれども、武道館の前にその方々全員と会って、はい、それで僕的に、まあ、向こうは何とも思ってないんですよ、僕的に NG だったんですけど、はい、今まで武道館のステージに立っている、はい、あの方々と接してきた、まあ、業界で言えば先輩なんですけど、僕的に NG だったんですけど、はい、なんで NG になったかあんま覚えてないんですけど、はい、忘れちゃってるんですね、それは。いや、もう NG じゃないから忘れたんですけど、はい、あ、なるほど、やっぱりね、自分にとって何か前に進むときに、まあ、武道館の聖なる、まあ、とても大切な場所じゃないですか、はい、そこになんか変な邪念持ち込みたくないなと思って、はい、逆にアドバイスいただいてステージに上がりたいなと思ったんですよ。はい、だから自分の中で NG な方とか、はい、この人とは仲違いしてるっていうのは絶対に僕は一人も残したくないですね。はい、それはどのタイミングでもいいと思うんですよ、はい、今じゃなくてもいいと思うんですけど、何さんでしたっけ。ペペさんでしたね。メメさんです。あ、メメさん、はい、近いじゃないですか。そうですね、母音は一緒でした、ね、はい、はい、そのペペさんじゃなくて何でしたっけ。メメさん今言ったばっかり。メメさん、はい、そう、メメさんも、まあ、自分のタイミングでいいと思うので、はい、まあ、もしその方が直接謝りたいって言ってきたタイミングが自分のタイミングだと思うならいいと思いますし、はい、まあ、もうちょっと先にそういう場時間作るからもうちょっと待ってねっていうのもいいと思いますよ。はい、自分のタイミングでいつかクリアできれば、はい、でもそのなんか NG というかそういう、はい、
人がいるってことはやっぱ邪念になってしまうからで解決した方がいいってことですね、うん、なんか自分の中でいつかそういうのをきれいにしたい時ってあるんですよ、うん、じゃあ上条さんもその、はい、今までちょっと NG だった人と、はい、まあ、和解といいますか、そういう垣根がなくなってやっぱ変わりましたか、はい、何か。あ、もうすごいすがすがしい気持ちでステージ立てましたし。なるほど、はい、それがライブとかじゃなくても、はい、何でもいいと思うんですよね。やっぱり自分自身がやっぱ生きてる以上、はい、人とやっぱりね接していかなければいけないので、これから新しい人と出会っていく前に、まあ、過去の清算といいますか、はい、必要だと思います。ありがとうございます、はい、よかった、この企画やってよかったねえ、2018年まだ始まったばっかりなのにそんなお話聞けたら、ねえ、絶対いるじゃないですか、苦手な人とか NG の人いるでしょ、ねえ、いるわけですよ。よかった、もうそういうのやめてこ本当その後、はい、どういうふうにお付き合いしていくかとか別にどうでもいいんですよ。あ、どうでもいいんですか。はい、はい、その一回リセットできれば、はい、はあ、こうやって山本まさみと和解しよう、はい、ということでございます。ありがとうございます今年私も R1 出ますしね。そうだ、あの人優勝してるから和解しよう、はい、ということでございます。まだいけます、もう一個いきましょうか、はい、はい、こちらがですね、神奈川県のドドスコドンさんからいただきました。はい、はじめまして、今日の出演を楽しみにしていました。ありがとうございます、現在22歳の男子大学生です。迷える僕にアドバイスをお願いします。はい、何でしょう。今年卒業なんですが、はい、就活に失敗して春からの就職先が決まっていません。何もすることがないので1年ぐらい海外に行こうかとも思っています。うん、上条さんが同じ立場なら何をしていたと思いますか。こんな僕でも上条さんみたいにかっこよい大人になれるでしょうか、という。はい、海外に行こうと思うんですか。まあ、就職がもう決まってなくて、うん、もう春から暇になっちゃうから、うん、1年ぐらい海外でも行こうかなっていう、まあ、できる時にね行くのはいいと思いますけど、海外なんていつでも行けますからね。なるほど、でもこう、まあ、結構1年ぐらい行けるっていう、こうチャンスかもしれないですね、ある意味。1年どころか僕毎年のように行ってますけどね。なるほど、はい、ちょっと我々庶民の立場に立っていただけると上条さんありがたいですけども、そうですね、まあ、その海外に何かのチャンスがあるならいいとは思うんですけれども、時間ができたから行くっていうんだったら、その1年でその後もっとつながることを、うん、それで英語の勉強をしてとか、うん、まあ、それはいいと思うんですけれども、遊びに行くんだったらちょっと違うかなと思います、ね、確かにこの人は目的は今ないですもんね、はい、ただもうやることないから海外に行こうかなみたいな感じですから、それは良くないよっていうことですね、はい、ただまあそのやっぱり海外に行くことで英語の勉強したり、それから海外の歴史を知ったり、自分にない価値観を身につけるっていうのが今後のね、仕事に結びつくんだったらすごくいいと思います、はい、ちゃんとその行く目的があるならば行った方がいいよと、はい、いうことでございます。はい、はい、ということで、もう全て解決です。ありがとうございます。ちょっと真面目に答えすぎました、ね、いやこれね、上条さんがゲストのに来ていただくときはやりましょう、このコーナー毎回マストで、もう上条さんだけのコーナーにしたいなと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではでございますけれども、ここで上条さんのね、はい、曲をお届けしたいと思いますので、はい、曲紹介をお願いいたします。はい、1月の16日に解禁の発売になります、上条のニューシングル「ノスフェラトゥ」です。聴いてください。
勝負だと言った死者が未来を生きる者たちへ新しい力を燃やせ眠る心を過去の革命から与えられた使命を果たすために1月16日に、リリースされます、はい、上条さんニューシングルノスペラ2でございました、はい、あ私はすでにもうこの、ね、ノスペラ2を愛していますと、さすが上条さんもうすごいですね。ありがとうございます。 It's a lovely song いただいておりますけどノスペラ2の意味は皆さんもご存知ですか。大丈夫ですか。こう私は調べましたよ。これ吸血鬼という そうですね、意味で、はいございますけれども、はい、この曲あサビで感動で泣いてしまったもう感想たくさん来ておりますけれどもこの曲のまコンセプトといいますか、はいはい、これどういったものですか。まずですね、はいこの曲の背景には、はい亡くなってしまった人間を、うんはい、ヴァンパイアが蘇らせて、そして眠らせたまま血を作らせる、そしてその血を使って、はい、発電をして、はい、その電力で人間は生きていけば人間は自給自足ができるんじゃないか、はい、そしてそのために必要なヴァンパイアと人間は共存できるんじゃないかっていう、まあ、お話なんですけれども、そのアイデアって上条さんが考えついたところですか、はい、あそうですね、はい、すごいですね、ま、あの僕の楽曲って、はい、あの全部がストーリーでつながってまして、その一部なんですけどね、はい、それでまあこのノスペラトゥっていう言葉がまあヴァンパイアとかドラキュラとか、はい、まあ、そういう吸血鬼という意味なんですけれども、吸血鬼ってまあ永遠の命を持っていて、はい、それで永遠の命って本当に何だろう、愛を求めた最終形態だなと思って、やっぱり人を例えば愛するってことって、はいはい、もう皆さん自分の親御さんとかイメージしてほしいんですけど、とにかく生きてもらいたいし、はい、生き続けてもらいたい、はい、それって一番愛情として望むものじゃないですか、うん、その結果永遠の命を手に入れてしまったのがヴァンパイアなんじゃないかなっていうのが僕思ってて、ですからこの楽曲はノスフェラトゥっていう吸血鬼というタイトルですけれども、もう愛のことを歌ってます。はい、はい、深い世界観というか、だからもうこうサビで泣いてしまうっていうね、感想もたくさん届いてるということでございますから、もう来週ですからね皆さん、フラゲするなら1月15日ですし、リリースは1月16日でございますから皆さんぜひ、はい、もうじっくりちょっと読みたいですね、その歌詞も。 ありがとうございます。これ楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。さあということでございまして、はい、もう一個ちょっとポップなコーナーございますので、ポップなコーナー、はい、このコーナーにもお付き合いしていただきたいなと思います。はい、これはもうファンの皆さん、コメントをガンガン書いていただくことになります。ファンの皆さんが上条さんに向けてですね、質問ですとか、はいはい、リクエストをコメントでガンガン書いてもらいます。はい、それに対してですね、上条さんが制限時間1分以内でひたすら答えていただくというコーナーです。その質問に対して、そうです、質問や要望に対して答えてます。そうなんです、はい、題してとにかく答えてビジュリレーね、聞きたいことねたくさんあるでしょう皆さん。もう先ほどからいろいろ初音ミクのやつ気になるとかね、コメントたくさんありましたけど、今この場でですね、質問ですとかリクエストいいですよ、はい、あの例えば、手振ってとかそういうリクエストでもいいですし、はい、好きな食べ物なんですかとか質問でもいいです。それを書いていただいて、はい、そのコメントの中から上条さんが拾っていただいて、はい、読んでいただいて答えていただくというものです。はい、ただそれがスタートする前にちょっと一言言いたいんですけど、はい、今のところ日本語が見えないんですよ。ぜひスタジオの前にお集まりのなんちゃって日本人の皆さんご協力ください。はい、そうですね、確かにちょっと、ね、翻訳に時間かかってしまったりして、はい、あんまり答えられなくなってしまう、はい、海外の方もね頑張って、そうですね、はい、日本語で頼むよ。あの Google 翻訳とかを使っていただいて、はい、
あ、そう、そういうね、好きなお花とかね、そういうの書いてくださいね、はい、で皆さん、あ、もうどんどん来てますね、どんどん書いていただいて、いっぱい来たら用意スタートって言いますからね、はい、よろしいですかね、よろしいですかね、いきますよ、いきますよ、それでは行きましょう、はい、用意スタート。はいはいはい、ウインクですか。あ、していただける。あ、嬉しい。あ、いっぱい来てる。あ、来てる、うん、はい、ありがとうございます。テヘペロって何ですか。好きな食べ物はうなぎ。猫好きだよ。はい、美の秘訣、女性には負けます。家から見てます。そうですか、ありがとう。お腹空いてるんですよ。犬派でつくさん、ね、猫派で、僕は羊派でございます。寒さには弱いでございます。はい、お好みのマヌカハニーは、忘れちゃいました、うん、ペンギンのグッズは家に溢れております。あら、うん、はい、上条マリミ、イエス、テヘペロだから ですから、それはマリスは何歌う。あ、そうなんです、今年はマリス・ミゼルさんの25周年イベントに出させていただきます。曲は秘密です、うん、はい、終了ですか。あと5秒ありますよ。あと面白いこと言って。好きなバンドはマリス・ミゼルさん。ハイジさんに一言、お久しぶりです。終了、はい、ありがとうございます、はい、好きな食べ物がうなぎだったんですね。うなぎ大好きですよ、ちょっと予想外でしたけれども、はい、そうですか、はい、ということでございまして、はい、大丈夫ですか。皆さんも聞きたいことありました。大丈夫です、いっぱいあったけどね、まだ来てるけどね、来てます、ありがとうございます。うん、はい、ということで、はい、テヘペロは知らなかったですか、上条さん。あの、言葉は知ってるんですけど、その何がどうなってるのかよく分からない。テヘペロって正解があるんですか、これ。あ、まあ、こういうちょっと顔文字ありますけど、なんか、なんだろう、こんな感じ、テヘペロみたいな感じ、ベロ出すんだよね、最後テヘペロみたいな。これはさすがにちょっとね、さすがに上条さんにやっていただけるわけにいきませんからね。そうですね、はい、なんでちょっと。え、まさか。いやいや、嘘でしょ。いざという時のためにこうしたわけですよ、はい、一応、まあ、テペロみたいな感じですかね、私がやるとね。さあ、ということでございまして、この後もしかしたらあるかもしれませんけれども、ここで、お知らせをね、していただきたいなと、あ、いうことですが、はい、そう、今日皆さん、テペロの前にすごい嬉しいことありますよ、はい、今日特別初解禁のはい、ものがあるんですよ、皆さん。何ですかね。私が言っちゃっていいですか。あ、どうぞ。上条さんの、はい、最新のアーティスト写真をご覧いただけるんですよ、はい、皆さん。いいんですか。あ、ぜひぜひお願いします、はい、それでは皆さん、心の準備は大丈夫ですか。いきますよ。それではニコビジで初解禁させていただきます。こちらです、はい、どうぞ。はい、嬉しい、美しいです、素敵すぎますということでございます。皆さんね、ぜひ素敵、しんどいしんどい、素敵、あちゃ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 、ちょっとリラックスしてる中にも高品があると言いますか、素敵なお写真でございます。今回久しぶりに青い衣装を、はいはい、着させていただいているんですけれども、青ってあのロイヤルブルーっていうじゃないですか、はいはい、それがすごく今回 の作品に合っているので、はい、ちょっと楽しみにしていただきたいです。いや、今すごく美しい、はい、来ております、ありがとうございます、はいはい。まあ、今後またね、あのホームページなどでも見られるようになるということでございますので、はいはい、楽しみにしてください、はい、さあ、そしてそれではここからお知らせをしていただきたいと思いますが、はい、画面に出ますので、はいはい、そちらをチェックしていただきたいと思います、はい、1月16日に、ニューシングルのスフェラという、もうとっておきのね、2016年の5月30日にライブで披露してからずっとファンの皆さんと温め愛を育んできた曲なんでね、はいはい、そして1月31日はライブ DVD、はい、そしてニューアルバムが3月の、これ実は昨日ライブで発表したんです、3月の21日発売になります。3月21日です、はいはい、そして、はい、そしてそのアルバムを引っ提げて、全国ツアー3具上条ライブツアー2018、3具という、ね、全国ツアーを20公演行います、
はい、スケジュールはホームページをご覧ください。そしてですね、今年2018年はですね、僕上條と、電子の歌姫初音ミクちゃんと、うん、はい、コラボレーションさせていただきまして、はい、はい、ちょっとね、このさっきお話しさせていただいた、はい、その血で発電するっていう、はい、やっぱここにね、この電子の歌姫っていうのがアナザーストーリーとしてちょっとあれ繋がってくるわけですか。 そうです、もちろん、はい、なるほど、はいはい、こちらのコラボも、はいはい、近日詳細発表です。はい、はい、ありがとうございます、はい、ちょうど1月の16日から、うん、ノスペラというの発売日から、はい、この僕とミクちゃんのイベントが渋谷の丸井の方で行われますので、はいはい、皆さんぜひ足を運んでください、はいはい、お願いいたします、はい、そして今ね、ツアーのこの日程も出てますけれども、はい、はもうだからね、もうライブで定番曲になってるノスフェラトゥが出て、そしてね、アルバムが出てライブがあるということですから、もう、はい、今年はもう皆さんライブ楽しみだなっていうところがね、はい、あるんじゃないかなと思いますが、期待しててください、はいはい、詳細はこちら書いてありますけれども、詳しくはホームページをチェックしていただけたと思います。はい、はい、ちょうどね、全国ツアーのホームページ選考が今日の、7時からスタートです。今ちょうど始まりましたね。あ、はい、始まってるんですね。はい、先着順じゃないので、はいはい、皆さんまだ大丈夫なんで。なるほど、はい、じゃあ観覧の皆さんも今ちょっと一瞬、ね、あ、やべえみたいになってましたけど、終わってからでも大丈夫ということでございます。、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでございまして、はい、上條さんとはですね、一旦お分かりになるんですけども、はい、本編終了後にですね、チャンネル買い向けのシークレットコーナーにはですね、はい、再び登場していただけると。またいろいろやるわけですね。大丈夫ですか。もうあの断っていただいてもいいんですよ。もうなんかちょっともうこの前やってもらったからいいんじゃないかみたいな感じで、あのジェスチャーゲームとかいろいろ罰ゲームとかねえ、お願いしちゃってますけれども、いやいや、まあ参加させていただきます。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さん、なかなか見られない上條さんが見られるということでございますのでね、テーペロはないですよね、さすがにね。テーペロはない、テーペロはないですね。見本見せてもらっていいですか。私のね、あのひよっちょのひかさよこさん風に言うと、はい、テーペロっていう、これはごめんなさい、なんかごめんなさい。あー嬉しい、すごい、あのテヘペロで鳥肌が立ったって初めてですよ、私。ありがとうございます、本当ありがとうございます。いえ、とんでもございません。一発目からということで、じゃあ一旦お別れになりますので、はい、ファンの皆さんにメッセージをいただいて、はい、お別れということになりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、2018年、上條をね、リリースに、そしてライブと、精力的に頑張っていきますので、どうぞ今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。